とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー完全攻略やっていきたいと思います。今シーズン難しいです。結構難しい。で、1階から難しいので、注意していきましょう。1階は、まず、エンチャンターが出てくる場所っていうのを覚えてください。そうしてエンチャンターが出るところに、陣取って戦っていけば大丈夫だと思います。あぶね。とにかくエンチャンターなのよ、1階は。あいつさえなんとかなれば大丈夫です。もうエンチャントされたやつがね、ブワッと来たらそこでちょっと終わっちゃいますので、そこ注意ですね。はい、一回クリア。報酬でパワーシェイカーを取っていってください。2回3回特に問題ありません。若干敵が多いってぐらいでそんなに問題はないと思います。よっしゃ、 OK。 組もう。よし。あ、ちょっと待って、変なとこ行ってる。あいつ変なとこ行ってる。で、こっちにもいて、しゃ、終わり。2回クリア。2回の報酬でバーストクロスを取っていってください。この弓が結構、優秀です。なので危なくなったらまあ使うようにするといいと思います。じゃあ、いいね。よし、 OK。 あとここでおしまいですかね。はい、3回クリア。で、ここでも報酬取ります。種ですね。ミスったミスった。種使っちゃった。本当はここ、あの種を温存して出てくるクリーパーを倒したかったんですけども、まあまあまあ、よかったよかった、うん、パワーシェイカーで倒せたのでまあよかったですね。最初にね、クリーパーが2体出てきますので、そこを注意してください。クリーパーの爆発でやられた人も多いのではないでしょうか。4回クリア。次で、4回の報酬でブラストだけ取ります。で、エンチャント入れてください。長弾2のボーナスショット1です。で、5回、ここがね、序盤で結構難しい場所です。ここ結構難しいので注意してください。おっとっとっと、危ねえ。次、ここがね結構出るのよ。危ねえ、結構出るので、よし、注意しましょう。でも、ここのね、一気に出てくるところを抜けさえすればまあ大丈夫かなと思います。おい、よし。で、5回クリア。宝箱は取っていきます。 OK ですね。まあ、とにかく最初のいっぱい出てくるとこ、あそこだけは注意してください。何もいりません。で、ここも、クリーパーとエンチャンターが、ガッチャンコして出てくるんですよ。あー、ミスったまあ、ここエンチャンター倒せれば大丈夫だと思います。危ねえ。 OK。 でもうね、危ねえなって思ったらバーストクロスボウでバシバシ撃ってください。もう遠距離から行くと結構安全なので。おーい、逃げるな。6回クリア。次に行きまーす。6回報酬いりません。で、もう6回ぐらいからね、パワーが不足してダメージもろに食らっちゃいます。一応ね、敵の攻撃にはしっかりと注意して立ち回っていきましょう。 OK。
あ、大丈夫か、危ねえぞ危ねえぞ。よし、で終わりかな。はい、7回クリアでーす。でここで愛のメダルです。愛のメダルと種を変えていきましょう。両刃斧もね強いんですけど、ここはね俺愛のメダルかなと思うんですよ。最初のここリーフリーフが出てくる場所があって、ここリーフリーフを愛のメダルとかそういうのを使ってもう全力で倒してください。リーフリーフがとにかく鬱陶しい。うん、もう近接火力もないんでね、リーフリーフだけはもう全力でいきましょう。まあ、パワーシェイカー5発打ち込む頃には倒せると思います。で向こうに行く頃には愛のメダルが溜まってますので、ここで愛のメダルを使ってでリーフリーフを遠くから打ってあげれば楽に倒せると思います。はい、8回クリア。次でここで報酬の魂のナイフではなくてサイスですね。サイスの方を取っていってください。魂のナイフでもいいと思います。でも俺はこっちの方が使いやすいかな。で傭兵をパワー上げていきます。もう防御力が低すぎてどうしようもないんでね。でボスでーす。エンチャント入れていきましょう。魂のサイスにエーリオ2、そして追い打ち2ですね。でパワーシェイカーと、ブラストだけを使って倒していきます。 OK。 で愛のメダルは極力使わない方がいいかなと思います。うん、雑魚が邪魔でね、動きがちょっと制限されることがあるんですよ。なのでよし、ここはパワーシェイカーで抜けた方が俺は当たりかなと思いますけどね。うん、まあ、まあパワーシェイカーで雑魚を仲間にしていってもいいとは思います。うん、ただしちょっとリスクはありますね。でここでゴーレムとパワーシェイカーを変えていきましょう。でエンチャント入れます。エーリですね。で後々追い打ちもパワーアップさせていきましょう。でここもねちょっときついんですよ。よし、この毒レイスがとにかくきついので、まあ、毒に食らわない、毒を食らわないようにね注意してください。あれ食らっちゃうともう一気に減っちゃうので、よし終わりかな。よし11回終了。次でここでドラが出てきます。ドラとブラストだけを変えていきましょう。あぶねえ、おお、あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。いけ。クリーパーがね、何体か潜んでますので、クリーパー注意です。オッケー、かなりいい感じ。うん。まあまあ、クリーパーさえなんとかなれば、結構余裕かなと思いますよ。終わりか。よし。で、ゴーレムの HP が減ってたら、アーティファクトを乗せてあげて、更新してください。で、ここ、何もいりません。で、ここがね、中盤一番難しいところかなと思います。13回ですね。立ち回りが結構重要です。始まったらば、まずね、こっち側に行くのをおすすめします。うん。まずこっち側。で、敵を、ある程度減らしていきましょう。 OK。 ここがねとにかく難しいのよ。よし OK。 あーっと、もうすでにやられた。エンチャンターが結構いるんですよ、ここ。そのエンチャンターをなんとかしたい。
よし、いけ。OK。 もう最初にね、動きとかミスっちゃうと、もう一気に攻め込まれるんですよ。よし、なので最初の動きを結構注意していってください。で、この上もめんどくさいんですよ。上もめんどくさい。で、どうしてもきついっていう時には、よし、やべ、愛のメダルが回復するまで待っていくっていうのも手ですね。はい、おしまいですね。はい、13回終了。で、ここで力の弓も取っていきます。もうバーストじゃ火力がないんですよ。なのでこっちに変えちゃってください。で、エンチャントはこれ、長弾です。長弾でのダブルダメージとかをしっかりと狙っていければいいかな。よし、 OK。 火力ピカイチなんで。ただ矢はめちゃくちゃ使います。矢はむちゃくちゃ使う。いけ。なので段数には注意です。 OK。 いいじゃないですか。終わり？あ、いや、まだまだ来た。よし。でもね、この辺でね、愛のメダルがものすごく役に立つんですよね。14回終了。ここは何もいりません。あ、ゴーレムの HP が減ってたら更新してくださいね。アーティファクトを上に乗せてください。いきまーす。で、長弾は多めの方がいいです。よし、OK。で、近接火力はもうないです。近接火力もうないんだけども、まあ、これで頑張ってください。ここだったら全然いけると思います。ああ、もったいない。矢がもったいなかった。で、敵がある程度出終わるまで、ここでね、倒していきます。うーわ、食らっちゃったけど、まあ、まあいいや。よし、OK。ゴーレム、そっち行かないで。ちょっとゴーレム。よし、おー、いいね。矢が出てきてくれて嬉しい。で、愛のメダルもまだあるので、それを使っていってもいいですね。終わり。15回終了。ここで武器を変えます。魂のナイフですね。あまり使うやつじゃないんだけども、まあこれが最適かなと思います。重力とで8がいいですね。うん、8を2でいいと思います。入れていってください。で、そうだ、謎の共鳴だ。謎の共鳴、謎の共鳴が意外といい働きをしてくれます。はい、行きましょう。で、すぐには開けずにちょっとね、ここで減らします。うん、ちょっと減らしてあげると楽になりますので。 OKOK。 ハチたちがいい感じに出てきてくれるんすよね。よし、もう息がやばいなーってなった頃に開けましょう。で、OK。 よし、おお、一気に減った。めちゃくちゃ減ったな、今何があった。なんか超ダメージ受けましたね。一気になんか集中砲撃されたのかな。まあ注意してください。16回クリアで、ここでね、スケールメール取りましょう。火力が上がります。で、スケールメールに一応激光ですね、2でいいと思います。入れてください。 HP 半分になると攻撃速度が上がって戦いやすくなるので、一応念のためっていうことで、入れちゃってください。よし、
このね、蜂になんとかね頑張ってもらうスタイルです。よし、 OK、 いいねいいねいいね。どこで使おうちょっと待って、愛のメダル使うタイミングをちょっと逃した。よし、別に使うことないか。最後に使う。あぶね、ミスった。あぶね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 。クリーパーに愛のメダルは使わないようにしましょう。うん、どうしようもなくなるんで。危なかった。で、ここゴーレムをパワーアップさせてください。で、ここも難しいですね。最後の方にネクロマンサーが2体一気に湧くんですよ。そこが難しい。なので、そこをなんとかね、うまいこと抜けれれば大丈夫です。よし、 OK、 危ない。ここにね、2体出るんですよ。なので、そこをね倒せればいいですね。 OK、 いいんじゃないですか。危ね、いけ愛のメダル。落ち、倒した。 OK、 18回クリア。次、もうネクロが出たら即倒した方がいいと思います。で、18回は別にいりません。キノコとかもいいと思うんですけどね。今回は取らずにいってます。で、ここで、魂のナイフを上げていきましょう。いきまーす。で、ボスですね。ボスも、ちょっと時間かかります。今回は。今回はで、ここは。なので、まあ、ぼちぼち行ってください。雑魚出してきたら、愛のメダルを使う感じで。よし、どこだ。よし。OK、OK、OK。倒したね。雑魚倒した。あ、倒してない。OK。はい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 。OK。終わり。まあ、普段よりもちょっと時間かかりますけども、愛のメダルがあるので、特に問題はないと思います。で、ここで弓を変えていきます。コグですね。コグクロスボウに変えていきましょう。で、エンチャントは、マルチショット。で、テンポセフトは1です。で、虚無、入れてください。いきまーす。あ、ゴーレムの HP が、ゴーレムの HP がミスってる。ちゃんと更新していきましょうね。そうしないと次の回が結構ピンチになりがちなので、しっかりと HP 管理をしてあげてください。ゴーレムの、よっしゃ、 OK、 いいね。よし、で、矢が300本、まあまあこれぐらいあれば最後まで全然持ちますね。でもゴーレムちょっとやられていいんだな。いや、やられて全然いい。この HP はよろしくない。あと一発食らえば多分落ちると思うんですけども。よし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 、 OK、 いい感じでした。21回クリア。21回の報酬、ここはいりません。はい、闇のアーマーとかもいいかなと思うんですけども、まだそこまでね、パワー不足ではないので、このまんまでいいと思います。火力もこっちの方があるので OK、まあ、火力のために取らないっていう感じですね。よし、 OK、当たってね全然当たってね。いけ、意外とこう敵出るんですよね。よし、いけ、
けない。下はあいつらに任せて OK だね。いや、あんまり任せても倒せなかった。まあいいでしょう。よし、 OK、 終わりかな。22回終了で、ここでようやく武器をこれに変えます。両刃斧ですね。で、エンチャントですけども、弱体化と衝撃波でいいと思います。いきましょう。好きな人は爆発も入れてもいいんじゃないでしょうか。俺はこの衝撃波が結構好きなので入れていってますね。よし、いいんじゃない。やばいやられてる。まあまあ大丈夫か。よし、あ、テンポセフトはね、やっぱりいいよね。テンポセフトの効果はいい感じです。ボスですっげえ使えるもん。で、ここ何もいりません。行きましょう。で、ここもね、ちょっと注意が必要です。難しい。うん、まあいい感じに OK、 愛のメダルを使って突っ込ませてあげてください。そうすると、まあまあまあある程度倒してくれるので、なんとかなると思います。よし、いきなり自分からね突っ込んでしまうとどうしてもやられちゃうんですよ。なので愛のメダルの敵を突っ込ませるようにしてください。よし、終わりかな。24回終了で、ゴーレムの HP はしっかり更新してあげてください。何もいりません。はい、で25回ですね。ここは特に問題ないと思います。ある程度敵を殲滅するまで、ここにいて、で敵が出終わった頃に下に向かっていきましょう。しゃ、やっぱコグがいいね。コグがすごく使いやすい。よし、いいかな。あと1回ぐらい出てたっけ。いや、もう出ないか。 OK、 いきます。愛のメダル別に使うことはないと思うんですけど、今使っちゃったうん、そんな使わずともここはいけるんですけども、まあまあある程度いい時に使ってください。よし、あ、やっぱザコ出てきたな。あと1回。よし、でおしまいですかね。あと上を少し倒して、でブレイズおしまい。で25回クリアです。で、ここスケールメールです。防御力を上げていきましょう。防御力上げないとちょっと厳しいんでね。で、エンチャントですけども、サプライズギフト2デイです。そしてポーションバリア、はい、いきます。で、ここも結構敵います。俺は下の方から倒しますね。うん、上から倒す人もいるんではないでしょうか。俺は下から派です。よっしゃ、いいね。おい、動きが遅いぞ。ちょっと一回戻って、いけ、ナイス。こいつに暴れさせてください。あいつ本当にいい動きしてますもんね。奥の方はあいつに任せれば OK かな。よし、でここ倒しておしまいだと思います。いや、まだあっちにいた。
26回クリア。何もいりません。いきましょう。でここ難しいです。ここ難しい。敵の火力がとにかく高いので注意してください。特にあの遠距離でプスプスプスってこう撃ってくるやつ、あいつのね火力がねわけわからんぐらい高いんですよ。なんであいつには注意。ここここ行け。こいつがもうほんと強い。なんなんでしょうねこの火力、わけがわからん。よし危ねえ。でまだ出ます、まだ来る。でそこでポーションバリア使えば大丈夫ですかね。うん、オッケーオッケー。で危ねえ、サプライズギフトでポーションも出ますし、よしオッケー、いい感じです。で27回終了。でここで武器を変えます。クレイモアです。オッケー。でここも難しいのよ、ここもオッケー。あの赤い敵を仲間にできればかなりいい感じだと思います。あいつ結構暴れてくれるので HP 高いし、よしいいねいいねいいね。最初のこの塊を倒しさえすればあとはいけると思います。危ねえ、いいかな。よし終わり。あとは下の方ですかね。まだいる？ああいた。ということで28回終了です。こ何もいりません。あゴーレムの HP、 まあまあいいか。でここで、クレイモア上げていく。あーミスった。エンチャント入れるの忘れてた、完全にミスった。あーエンチャント入れてくださいね。いやミスったな。まあまあちょっといい感じにしていきましょうか。まあこれでいいか。うん、ちょっと衝撃波3入れれなかったのがちょっと痛いんですけども、うん、あのエンチャントうまく入れてください。でここ敵の動きをホグクロス棒の、テンポセフトで遅くしてから、戦うようにねしましょう。遅くしてそこにブスブスと攻撃を入れていく、そんな感じです。よしよし OK。 はーいよいしょ、いけ。もうクリーパー怖いけど、よし待て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 よ待てよ待てよ待てよ。あーまあいいか。できればドラを使って一気に攻めたかったけども仕方ない。よしおしまいです。いやーもうちょっとうまくいけたけどな。はい、ということでおしまいです。何が出る。お、まあまあまあ持ってるけど、爆発に爆発に怒りは、いやつきやすい虚無とリフレッシュがついてるな。なんだこれ、はず、ああ衝撃波だ。あ違った、ゾンビ特攻いりません。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。